じゃあ、3つ目の対談動画ですね、なんだっけ、論知とか会話だ、会話とか教育のその中で人に対して何かしらこう提案したいんですけど、その提案の前のその流れが大事じゃないですか。でそれはメールであれ動画であれセミナーも含めて全体だと思うんで、そこの会話流れっていうか、なんかあります。論知に関しては6個動画作るっていう話ですけど、はい、論知に関してはまあ興味づけ、興味づけ、はい、まず一番最初興味づけ、はい、まあ、ちょっと派手にやらないと、派手に目につかないと意味ないので、一番目って大事なんですよね。そうですね、めちゃくちゃ大事なんで、あ、まあ、ちょっと、まあ、普通のテレビ番組を連想してもらうと分かるんですけど、うん、みたいな、例えばその超貧乏な、はい、貧乏だったそのなんか主婦が、はい、言いましたみたいな、はい、どうもみたいな、いえまさかみたいな感じで目を引かないといけません。そうですね、一番目で目を引いて、次に、証拠、証拠を提示する。ああ、2個目か、2個目か、証拠を提示して、その後、いやで証拠提示、例えば何なんですか。例えば収益が上がったところとか、うんうんうん、あとは、まあ、まあ収益がなければ自分の今までやってきた稼がせる自信があったりとか、そういう自信みたいな、その根拠づけっていうところですね、根拠つけていくと、ね、はい、まあ、なるほど、確かにって思いますね。あ、そう、興味をつけた後は、はいはい、まあ、これだったらって、はい、で次に、大まかな流れですね、どういうふうにこれをやったのかっていう、3番目で、3番目で、ああ、なるほど、全体感をつかめると、まあ、こういうふうにやってこうなったんだと、はい、でその次にそれのもうちょっと詳しい概要ではなく、もうちょっと詳しい説明ですね、うん、で、あ、なるほどなるほどと、これだったら確かに稼げるとか、うん、これだったら確かに結果出るみたいな、はいはい、納得してもらうと、完全に納得してもらう、うん、そのあとセールスとかですね、うん、そうです、その後さとか、まあ、あと自己紹介とか自分の、まあ、セールスには組み込まれますけど、うん、昔僕もダメだったとか、うん、共感部分から入って、うん、でそのこれを始めるに至っての、うん、もう気持ちを語って、うん、最後にセールス、あー、OK です。だから僕とかもやっぱ意識しているのは、最初に興味付けっていうところが大事だと思ってて、興味付けのやり方っていっぱいあると思うんですけど、僕のセミナーだったら自己紹介からスタートするんですよね。で、まあ、なんかこうセミナーの場合は親近感も欲しいんで、はい、まあ、そこで自己紹介をして、まあ、自分の、要はプロセスっていう話です。でそこに対してちょっと親近感湧いたかなってところからビジネスの話をしていくんですけど、やっぱりその連想っていうか、その全体感を、ね、知ってもらうといいと思いまして、それをまあ話していくと。でその後に、まあ、詳しい話もできるんですけど、まあ、セミナーが2時間しかないんで、まあ、どっちかというとマインド系の話を多くすると思うんですね。2時間中、まあ、50分ぐらいマインド系なんですけど、なんでマインド系話すかって言ったら、マインド系大事じゃないですか。あとはこうぶっちゃけこうビジネスの話をしたからって売れないと思うんで、だからマインド系の話で気持ちを高く出せてから提案した方が、ね、売れやすいというか、だから僕は基本的にマインド系の話を50分間入れてて、そこが、まあ、僕の本番って感じですね。マインド系の話が意外と大事だと思ってて、最終的にそこで気持ち上げてからドンと提案していると。ローンチの場合は動画なんでいろいろ詳しいとこ言いますよね。そうですね、なんかノリで買わないですよね。やっぱりその全体のビジネスの流れで詳しいところで、その証拠、確かにそこまでやっていかないと基本嘘だと思ってるんで。嘘人は人は、ああ人は嘘だと思ってる、はい、まあ、リアルだったら人間味とか、はい、なんか風貌とか、うん、なんかオーラみたいなもので、はい、一気に信用が出てきている可能性はありますけど、動画だったらもう会ったこともないし、訳分かんないやつが登場するんで、はい、そもそも信じてないんで難しいですよ、リアルよりは、はい、リアルあった時に難しい、難しいですよね。そうですね、いろいろだから試行錯誤をする必要があります。確かに、これからやっぱり動画をメインにビジネスがやっぱり展開していくと思うんですか。そうですね、動画ですね、本当に
ひたすら動画頑張ろうなと思って、うん、いや僕もね動画に行きたいんですよね。だ動画ってすごいのが自分の分身じゃないですか。だから何でもできますよね。動画商品だし、動画で集客、動画で教育、動画でブランディング、動画で販売、動画でフォロー、だから全部動画できるじゃないですか。動画極めたらビジネスを極めれるんじゃないかなと。そうですね、動画を制する男はビジネス制するんじゃないかなと思ってるんですよ最近。だからちょっと今回ね、フォローっていうところでの動画なんですけど、これが一般向けに対しての練習でもあるんで、ちょっと回数も増していこうかなって思ってですね。今そのセールスレターとか、うん、フットインプレッションも全部動画載ってるじゃないですか。絶対載ってますよね。もう絶対載らないといけない感じになっちゃってるっすね。こだまゆさん結構今チェックしてて、こだまゆさんすごいのがお金払ってますけど、 YouTube に自分の16分の紹介動画ぐんぐん見せてますからね。やばいっすね、あの動画そんなにいいのみたいな。16分、それぐらいやっぱ見せてます。動画マーケティングですよ。対談動画。あ、めっちゃ多いですね。そうです。あ、本気っす、はい。プロ頼みますね。本気のやつ。本気のやつね。1時間とか。あれもまあ、すぐできるんでしょうけど、やっぱり、お金かけてね、しっかりできる人少ないので、子供さんぐらいじゃないですか、あれだけ綺麗に撮ってるの、最近では。ね、結構。結構家で撮ったりとか、写真撮ると、クオリティ逆に下がって、信用なくしちゃいますから。どうか難しい。確かに。どうすんね、動画、うん。だから僕もこれからお金を払っていこうと。だから投資、自己投資ところで、まあ、ビジネスに使えたわけですけど、僕がビジネスに使うところってなくて、まあ、人に使うって人を動かしたりとか、そういうところがメインだったんですね。でこれからは人に使うというよりは、まあ、人にも使っていくんだけども、動画っていうところの機材、人に頼んだりとか。制作ってところにこれから投資をしていって、なんかよりなんか指導感していけばいいかなと思ってます、ね。なんかテーマ何でしたっけ？会話流れ。会話流れです。ああ。まあでも基本的に人間関係を構築というか、距離を縮めていく作業じゃないですか。そうですね。ね、はい、動画とはいえ共感をとか、やっぱりそのどんどんお客様の距離を縮めていくっていう。それがやっぱできれば成功するんじゃないかなと思うんで、そういった面ではやっぱり音声とか、あとは文字よりは動画の方がいいですけど、うん、もうテキストファイルとかもらっても読まないですもんね。読まない、僕も全然読まないですけど、読まないですよね。やっぱ動画にしてくれよって思いますもんね。当たり前ですよ、来ちゃってるんだけど。確かに今後本当にその会話流れとか、まあリアルができればリアルでやってほしいんですけど、それを超えた人たちは動画にどんどん映っていって、セミナーに映っていって、多くの人に自動化でできるようにしないといけないですよね、うん、まだね、初めて間もない人は電話とか会っていくわけじゃないですか。そこに対してはやっぱりしっかりと人間関係構築ですよね。まずはどうですか、大島さん、初めましてだった人に対しての、はい、人間関係構築だって結構そう、なんか今聞いてるとすごく仲間が多いなって感じるんで、やっぱ人間関係構築できてるんでしょうね。うん、どうですか。まあ、一応でも何ですか、ね、人によっても分けるって感じですか、ね、うん、逆に、まあ、見込み客以外の僕は、うん、結構積極的に会うタイプなんで。あ、以外に、はい、あ、そうそう、でも会話の流れで例えばメッセージしてて、はい、あ、違うなと思っても、うん、なんかそのネット系の、うん、なんか詳しそうな人だったり、うん、まあ、ちょっと影響力のある人だったら、まあ、でもいいでもいいんで入って、あ、自分の思いを伝えたりとかして、まあ、ジョイントできたジョイントする。あ、味方につけるっていうことですね。そうですね、期待しないんで、うん、僕とかもう見込み客としか会わないんで。でもそれがすごいと思います。あの、私そういうふうに教えてたりするんですよ、はい、パートナーにも。あの、特にサラリーマン時間ないじゃないですか。なんかサラリーマン系にも教えてるじゃないですか。だからやっぱ時間がない中で会ってるのもないですよ、その人にするんで、まあ、時間があってね、やっぱりそういう思いがあるんだろうなって言っていいんじゃないかなと思うし、まあ、その中でもやっぱり選んでますよね、全部言っても。そうです、そうです。この人は会う価値があるなっていう、そういう人に会って女優としていくと、うん、こっちの人がこれがない、はい、こっちの人がこれがない、うん、僕はこれがない、うん、うまく会えば紹介していって、うん、でなんか少々情報があれば、で今回のねプロジェクトっていうのもその女優と関わりますもんね。そうですね、今回もそんな感じで全部 Facebook になって、うん、
てあってこう気に合わせてしたらなんかずっとなってすごいですね。それができると自分の力以上の結果が出せますね。はあ、まあでも見込み客と抱き合うっていうのが正解ですけどね。実際は僕もそうは思ってるんですけど、うん、それがコツつかんでちょっと余裕ができたらっていうか、うん、そしたらやった方がいいかなとすごい思います。確かに。なるほど。見込み客がそういうふうになってた時が稼げなかったんで、うん、結局、うん、やっぱりその、まあ、初めて電話とか会う人って結構緊張すると思うんですけど、やっぱり相手はね普通の人間ですから、とりあえずその仲良くなることが大事ですよね。見込み客だったら提案すればいいし、じゃなくても仲良くなっておけば今後何かありますもんね。そうですね。だから常にあの会話流れっていうか、その人と仲良くなるというか、いい関係を築いていくっていうようなマインドで臨めばいいんじゃないかなという感じですね。大まかに言うと。そうですね。まあ、そんな感じで、はい、いいかなと。まあ、3本目の動画いろいろ話しましたけども、会話の流れ、ローンチの流れっていうところの動画はこれで終わります。はい、ありがとうございました。